こんにちは。こんにちは。ふう。なんか前髪がパリパリしてる。分けようかな。固めすぎた前髪。こんにちは。ちょっと分けとこう今日。こうしよう。ハッピーバレンタイン。皆さんチョコは食べましたか？私はね、食べたよ。アイスもらいました。みゆちゃん、バラ10個ありがとう。こんにちは。アイスバレンタインもらったので、美味しく朝から食べました。ほい、うん、前髪固めるの失敗した。こんにちは。浜コンさん、バラ30個、バラちゃんバラ5個、クロさんお疲れ、ともちさんバラ5個、ジュナラゴさんハート、ダルさんラブレターありがとう。似合う、ありがとう。ちょっと前髪のパリパリを落とすね。固めすぎた。こんにちは、ハッピーバレンタイン。アイス、寿司、肉、肉はいいや、野菜、いちご、きゅうり、クロワッサン、はい、テロップにしました。あきもさんバラ5個、しんいちさんバラありがとう、やささんバラ10個、クロさんアイスありがとう。こんにちは。今日は1時15分までしようかなと思います。それまでよろしくお願いします。こんにちは。前髪失敗した。ちょっと、あーほら固めすぎて。しゅんさんバラのチョコありがとう。トニさん花束10個ありがとう。ダルさんアイスありがとう。あ、チョコもらった、いいね。私ももらったよ。ソラハさんがアイスくれた。昨日また泊まったんですけど、もう毎日泊まってるんですけど、冷凍庫開けてみてって言われて、開けたらアイスが入ってました。持って帰ってきて食べた。なんかいっぱいあったけど1個だけもらいました。申し訳なくて。クックさんアイスありがとう。あ、デニテ追加したありがとう。リアル話し会もね、ぜひ待ってます。3月かな、もうすぐなので、一番直近のお話し会、リアルお話し会すぐなので、ぜひ待ってます。ガメちゃんハートありがとう。褒めあげたよ昨日。もう沖さんにもソルハさんにもあげた。ソルハさんに一番にあげた。昨日会いに来てくれました、夕方で。私はレッスン行って、でソルハさんサラちゃんとご飯行ってて、その後お泊まりしました。そう、昨日可愛かったです。めっちゃなんかいつもよりなんか甘えてて可愛かったです。こんにちは。今洗濯回してるんですよ。いつ終わるんだろう。間に合うのかな、私が家を出るまでに。福ちゃんバラ10個ありがとう。かまちゃん入ってありがとう。こんにちは。やっほ。今日はもうストレートにした。なんかね、今日は晴れない予定なんだけど、なんか天気わかんないから、もう湿気で広がるのでストレートにしました。めっちゃまっすぐです。ピョンピョンピョン。パニーさんバラ10個、さとこさんバラ2個ありがとう。我が家の冷蔵庫にアイス常備してるの。え、それは行っちゃおう。そんな、じゃあもう私のさ
冷蔵庫とさくっつけませんか。みんなのお家の、みんなのお家の冷蔵庫と私の家の冷蔵庫一緒にして、あのみんながアイス買って置いといたらパセンチのとこに転送されるシステムにしてません？そしたら便利。アイスこじきアイスこじきが誕生します。ともっちさんアイスありがとう。まっちゃんですバラごくありがとう。そう、私本命チョコを昨日あげました。あげたいよ、本命です。そう、みんなが補充しても補充してもアイスはなくなっていくから、よろしく、誰か開発してください。それを、浦部さんアイスありがとう。ブロッコリーになりそう、パセリから。支所箱冷蔵庫、確かに設置してほしいわ。郵便局に冷凍物送れないもんね、プレゼント係、 STU のファンレター係みたいなやつ。食べ物は禁止です。ともっちさん紅茶10杯、ともっちとアイス、黒さ回復薬ありがとう、ありがとう。ちょっとここにハイライト塗りすぎた、ちょっとテカテカして、目もハイライト塗りすぎた、テカテカしてます。おー、お高めのチョコ買いました。いいなー、私も買いたい。なんか美穂が毎年行くんだよね、あの百貨店のチョコレートのやつ。私も行ってみたいけどさ、なんかスーパーとかのチョコですら300円のさいいチョコあるじゃん、ああいうのですら高いと思うけん、多分そういうデパートのチョコのとこ行ったらもう4000円とか5000円がデフォじゃん。それでも安いぐらいとかでしょ。もうダメだ、もうお財布が空になっちゃう。クレジットとか使っちゃったらもう翌月の私が泣いちゃう。ああもう払えませんってなっちゃう。パッちゃんにお供えしたチョコ食べていいですか？パッちゃんにお供えしてくれた、ありがとう、食べて。15日に買う、賢い、絶対安くなってるもん。そうだよ、みんな明日がバレンタインと思ったらいいよ。今日は我慢して明日スーパーとか行ったら多分割引コーナーにチョコだらけよ、きっと。バレンタインパッケージとかあったら、それを狙いに行こう、それを食べたい。早く私もパフェ作り配信したいです。全然バレンタイン感なく過ごす今日。こんにちは、しんいちさんハートギフトありがとう。やっほー、今日はもうまつげあげた。結局まつげしばらく休むって言ったけどあげちゃいました。なんかあげないと落ち着かなくてあげた。まつげのこと休ませてあげれなかった。そうですよ、お金払うとチョコもらえます。そう、店員さんにもらえるよ、お金払えば。スーパーとかさ行ってさ、お金と引き換えにチョコをもらえるっていうシステムはありますよ皆さん。ともっちさんかわいい、ありがとう。亀さんバラ5個ありがとう。右田ピポさんバラ20個に間違った15個25個ありがとう。チョコフレークアイス、あれ美味しいよね。でも広島もうないの。職場で G で始まるチョコをいただいた。まさかゴディですか？ゴディ、ゴディで始まってバで終わりますか？いいですな。ダルさんバラありがとう。30個30ありがとう。
ゴディで始まりバで終わるチョコレートいいね。私あれ食べたい、リンツ。広島駅にあるよね、あれ大好き。リンツ、リンドール。コウさん、チョコケムシありがとう。ジンダイさん、紅茶10杯ありがとう。10杯。ひろちさん、チョコのバラありがとう。クロさん、タコありがとう。リンツは自分で買ったことはないんですけど、ミホがたまにあのコストコでいっぱい買ったからちょっとあげるって言ってくれるんですよ、年に1回ぐらい。それとこの前東京の TDC の時に楽屋に差し入れできてたから、そのチョコで、みんなさ差し入れありすぎてもう食べれないぐらいあったんですよ、量が。だからね、みんなが先輩先に帰ったよ、その日なんか別の仕事があって、で私とリンコだけが残ったから、リンコと TDC の後楽屋に残ってる差し入れを紙袋にこうやって全部もらってホテルで食べました。最高の時間だった。もうみんな帰ってたから、急いで急いでってこと、いろいろもらってきた。最悪。え、何味がおすすめ？リンドール。しんちゃんさん、紅茶10杯ありがとう。さっきテレビでね、なんかねダイエットのテレビやってて、録画したやつ見てて、なんかあの胃を冷やすと良くないって言ってて、お湯を飲んだりする方が代謝が上がるって見たんですよ。だから私ってアイスばっか食べてるから胃が冷えてんなと思いました。だから紅茶で温まります、ありがとう。本物のは飲めないからギフトの紅茶で気分だけ温まるね。亀さん、バラのチョコ5個ありがとう。こんにちは、お疲れ様です。おつ、そう、温めた方がいいんだって。だから私帰省中ずっとさ、実家でもばあちゃん家でもあの急須で入れた緑茶を飲んでて、だからそんな体重増えてなかったのかなと思いました。いっぱい飲んだ、もうずっと飲んでた急須のお茶を。アイスた、あ、アイス温めて食べる、おう、それはなんていう名前になる、アイスじゃなくてホット、ホットになっちゃう。ホットレモン美味しいよね。私も MV の時めっちゃ飲んだ、差し入れだったから。でもさ、自分でコンビニとかで買ったらさ、すぐ冷めちゃうじゃん、ホットのドリンクってね、飲みきれないしね。白湯とかも売ってるよね最近。シーサイド丸さん、バラ10個ありがとう。ダブルチョコ、何それ、何がどんな、え、美味しそう。残った差し入れを分けてくれた、めっちゃいいじゃん。アイスの天ぷら、え、なんかアイスの天ぷらファンの方のツイートで見たな、私最近アイスの天ぷらがあるらしいよみたいな、昨日か一昨日か。クロさん、ラブレターありがとう。今日眉毛太いかもしれん、今日眉毛濃くない私。まあいいです、チョコレートということにします。しげさん、バラ10個ありがとう。あ、20個だった、ありがとう。芋けんぴさん、紅茶10杯ありがとう。あ、追加した、ありがとう。あと15分ぐらいかお話し会。 D2 ってね、始まって、気づいたら始まってるシステム、いつもお話し会。ね、19日まで、ん、20日まで、来週まで、ん、19日まで、ん、20日まで、20日の13時までかです。 D2 って20日でした、月曜日だ。20日までですよね、違う、
あったよね。今日の13時で1時を締め切って、最終的に20日のまで当てる。お、自首するね。なんでそんなみんな自首することがあるんですか。余罪はないか。余罪、アイスの天ぷらってさ、あのどうなるの、溶けるの。溶けちゃうの。今日朝起きたらむくんでた。寝すぎましたね。あ、洗濯機終わった。布団は洗いました。布団、布団、余罪だらけの皆さん、余罪。なんかでくるんで一瞬あげる。おー、ちょこんって。ほー、あーねーねー、前髪をね固めるの失敗してさ、今撮ってるんですよこのパリパリを。でも逆になんか浮いてきた。ちょっと後で洗い直そう。前髪シャンプーしよう、ここだけ。もう無理だ。りょうへいさん、ありがとう。アイスに衣をつける、ほい。カステラ、あ、カステラ包む。 USJ 好きですか。一回しかやったことがないけど、また行きたいと思っています。田村と行きたいです。卒業したメンバーとね、大阪に住んでる卒業したメンバーいて、あの行くねって言ってるけど、行ける日がなかなかなくて。行きたい、そろそろ。私の罪は、私はアイス食べ過ぎ罪、あと何でしょうか、メール重い罪、何ですかね、あとは、なんだろう。ユリに、ユリの連絡先もう分かんないもん。田村しか連絡取ってない、私卒業生。なんだ私の罪は。ジロ君、紅茶10杯ありがとう。言うほどメールだけかな。メールだけだよ。重罪。メール好きで本当、これからも撮ってくれますか。撮って、返信も気が向いたら待ってます。気が向けば。イエーイ。最近でもメール軽め。ねえねえ、このさ、スプレーのやつ、なんか塊がさ白くなっちゃった。雪積もっちゃう。はあ、撮れる撮れる。撮ってくれてありがとう、みんなメール。私はもうみんなが撮ってくれてるから送れるよ。最初の頃とかさ、どれくらいの人が撮ってるんだろうと思いながら送ってた。これ読んでる人本当にいるんかなと思いながら読んでたけど、あのみんながメールを楽しみにしてくれてるので嬉しいです。パリ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 、今撮ってるんですよ。あの失敗したからスプレー、わざとこうやってねしてんの。クロさん、紅茶ありがとう。パセメール、パチャンメール、パメール。お、今月から撮り始めました。ありがとう、嬉しい。メールね、なんか結構、なんか私のメールは他のメンバーとは変わってるかもしれない。結構私生活って感じです。牛タンさん、美味しそう。バラ10個ありがとう。山口さん、イスありがとう。牛タン食べたいです。お、4月から取る。
ありがとう。ねほら見て、スプレーしたところが取れたらこうやって白くなるんですよ。お風呂入ってます。ちゃんと入りましたよ、さっきしたのスプレー。毎日さスプレーで失敗する。なんか他のメンバーって前髪を薄くしてこうやってくるんって巻いてるじゃないですか。だからスプレーで固まるんよちゃんと。でも私は毛先がこうストーンタイプの前髪でやらせてもらってるので、だからね難しい。スプレー毛先一本一本にこうつけなきゃじゃん、スプレーとこの皮膚がこう髪毛先皮膚こうくっつかないと固定されないけど、他のメンバーはこう巻いてるから、ここの巻いてるここのなんていうのここの面積の多いこのくるんの部分でひっつければいいから、多分そっちの方がね固めやすいんだろうけど、私はその前髪があんまり似合わないので、個人的にパッツン派なのでこうね下ろしときたいんですけど、おでこが狭いもんでね固めないと大変大変。でもこだわりとかは特にないんですよ、別に固めときゃいいやっていう。なんかよくさ昔とかよく聞くさ、もう前髪だけに何十分かけますとかではなくて、もうとりあえず固めとけビャーってもう雑にかけてるタイプ。こだわりは一切ないです。前髪が崩れて怒るとかもない、機嫌が悪くなるとかもないけど、なんかあまりにも変だったらうってなるので、それが今今日。そう肌にねスプレーでここくっつけるんですけど、だからここがたまに荒れるんですよ、スプレーのやっぱ肌につけるために作られてないからね、荒れちゃうな。パッチン山崎さんありがとう。前髪ね、そうテロップはあの塩分も補給しといた。前髪2時間かけ2時間何時起きですか、何時起きな。いや私は巻こうかな、前髪伸ばそうかな。いやでもなちょっと一回伸ばしてみようかな、しばらく。いや多分明日には切ってる、うん、難しいよね前髪ってさ、日によって違うじゃん長さが、だからむずい。伸ばした。この一時期伸ばしてましたよね私、結構長かった去年とか、去年の PR 舞台の頃発表頃とか2月3月とかちょっと長かった気がするけど、4月とか多分。もういいや、朝起きてさなんかカードをスキャンしたらさ着替えと髪ともうバーってやってほしい。でもう全部それでメイクもなんかそういう今日のメイクみたいなカードがあって、シュッて何かにスキャンしたら勝手にボーンって魔法で、そうラブベリーやだけどやってほしい。あもう1時なの、早い。うん D 日程追加しました、ありがとう。 D 日程は一時受付は一時まで、でもまだ20日まであるので考えて、焦らず考えてもらえればと思います。でも3月12がもう完売がたくさんだったので、直近で話したい方は今回の13時までで申し込まってもしかしたら完売かもしれない。髪型お、サイン会さっき申し込みました、ありがとう。サインもねなんかね絵柄が違うんよ、この前が A 絵柄みたいな、なんかいろいろ種類あって、3月12が B 新しい絵柄になるので、どんな写真か私もまだ分かりません。2日前とか前の日とか
当日とかに写真が来てそれに書くからちょっと分かんないんですけど、だからこの日の写真の絵柄おすすめだよとかも言えないんだけど、多分全部可愛いと思います。皆さん何でも褒めてくれるから、私がどんなにちょっと今日むくんでますって言っても可愛いよって言ってくれる、すごいもう推し補正のかかった皆さんの瞳にねかけます。浜松の IH さん、バラ6個ありがとうね。シークレットもあるよね。なんだろう、怖っ。住所とか書かれんかな、シークレット。そう、この前はクリスマスのユニットの時のソロの写真だった。シークレットなんだろうね、なんでしょうね。変顔みんなの。じゃあ私は鼻の穴をめっちゃ広げて歯茎むき出しにするね。でもこの前撮りましたよ、生写真撮影したよ。だからそれも使われると思います。いつの日か、どの日かで。この前の時撮った。こんにちは、こんにちは。15分までして準備する。洗濯物が終わったから干さんといけん。布団が、掛け布団が、掛け布団の毛布を洗いました。なんかしょっちゅう洗ってる気がする。なんか私自分家のさ布団でさそんな寝ないじゃないですか。ソラハさん家にいるか、あの遠征かじゃん。なのに布団はもうしょっちゅう洗って、布団だけが傷んでいってる。今日は寝るぞ。ともっちたん、はた100個ありがとう。あら、お話し会行く予定だったけど仕事休めだそうね。え、リアルお話し会はそれがあれだね、短所だね。現地に来なくてはいけないという。また待ってます、機会があれば。なんかイベントがねたくさんあるといいね、関東とかでもね。関東の方にとっては、瀬戸内済みの方は瀬戸内でいっぱい会いたいですね。黒さいちごありがとう。私香川行きたい。香川徳島にお仕事で一回も行ったことなくて行きたい。かいちゃん、こうちゃんありがとう。神代さん、ちさなこありがとう。にゃ、横山三郎さん、バラ10個ありがとう。休憩終わった。あ、頑張って、午後も。ファイト。ファイト。昨日ついにね、昨日ついにソラハさん家に歯ブラシ置いてきた。貸してくれました。なんか歯ブラシしていつも家行くんですよ。歯も磨いて全部終わらせて、お風呂も全部終わらせて行くんですけど。昨日私があげた、なんか福岡のお土産を食べてて、で辛いの苦手なんですね、ソラハさん。なのにあの明太子のやつをあげちゃったんよ、私が。なんか明太子って言ってもなんかね、チーズのおつまみ系好きだから、なんかチーズに明太子の挟まってるなんかそういうお土産コーナーで見つけたやつをねあげたんよ、チーズやけんと思って。したら全然辛くなかったの、本当に全然ピリ辛ですらない、え、全然チーズじゃんっていうやつだったけど、あの辛いの苦手な人にとってはすっごい辛かったらしくて、そう、それを一口食べてみてと言われて、1本2本どんどんくれて、でそれで歯ブラシをくれました。磨きなって、うん、そうなんですよ。毎回ね歯ブラシのために帰ったりしたから、いやでももう捨てられてるかも、あのお風呂掃除とかに使われてるかも、排水口の掃除とかにもしかしたらもう使われるかもしれません。最悪
最悪。キヨ兄さん花束ありがとう。え、明太子ってそんな辛くなかったんよ。なんか山屋のチーズ明太子みたいなやつ、え、めっちゃ美味しかったから、みんなももしあのそういうおつまみ系好きな人食べてみてください。山屋のチーズのなんか焼きチーズの間に明太子挟まってるみたいなやつ、お土産コーナーにある、博多駅にある。キヨ兄さん花束ありがとう。読んだっけ。ね、窓の察しとか掃除されるかも。この前捨てたで言えそう。コカジヤさんハートありがとう。 HKT 遠征の口実ができた。そのまま長崎まで行ってくださいね。長崎で皆さん、あの長崎、あ、桃カステラをね食べたことがなくて、私ずっと、そしたらこの前お母さんが買っててくれて、桃カステラ、桃カステラ食べたことある？なんか1個700円ぐらいするって言ってました、お母さんが。こんぐらいのね、桃の形のカステラで、上にあれはなんだろう、なんかアイシングクッキーみたいな感じの見た目なので、分厚さも結構ある、結構でかくて、でも高級カステラらしいです。伝統的な長崎のやつだけど食べたことなくて、もらって帰ってきてソラハさんに渡した。今度食べましょうって言って、でも私が家に置いといたら食べちゃうから預けました。今度食べます。でもいろんなメーカーがあるんですよね、桃カステラも。そうだから、どのメーカーがおすすめかは分からん。初めて食べます。どんな味なんだろう。これから昼食です。今日は何ですか。今日は何のメニューですか。私はさっきアイス食べました。なんだろう、みんなは今日は何を食べてるんだろう。チョコかな、それとも餃子かな、それとも肉、寿司、何かな。私はアイスでした。バナナも食べた。バナナ、アイス。今日夜いっぱい食べるので、メンバーと、だから昼は少なく。牛タン呼ばれてません。私呼んでください。ホットレモン温まるね。天ぷら、ヌテラ、ヌテラってあのチョコのやつ、ケンタッキー、ファオファオファオ、チキン南蛮、ファオファオ、銀だこ、明太マヨ、さゆ、うまかっちゃん、ほう最高、油淋鶏、午後一、なんかソラハさんから来た写真が、なんだなんだ、米いいね。なんかテレビでさっき見ましたよ。あのねさっき見たテレビ、まだ話せるよね。みんな15分になったら教えてね。あのね、さっきテレビで見た、録画してたダイエット番組みたいな、指原さんが出てるやつを録画しとったんよ。したらなんか2つ、めっちゃ甘やかすダイエットと、めっちゃガチのあの減量、本当のガチのボクサーの減量と、どっちが痩せれるかみたいな勝負だったんですよ。でトレンディエンジェルの高橋さんがその甘やかされるダイエットの方やってたんですけど、お米を、炊きたてのお米を3食食べていいんだって。それでもめっちゃ痩せてました。だからお米は太るっていうのは間違いらしい。ともちたんバラありがとう。だから皆さんも健康診断の時は無理せず、のんびり痩せてください。なんか何でも食べていいって言ってた。
でもそのガチのボクサーのやつはあのコーヒーも禁止、コーヒーはカフェインが体を冷やすから禁止ですって言われたって。そう、食事もめっちゃあれだし、お腹プロのボクサーにお腹めっちゃパンチされとった、こうやって拳でやられとった。今日健康診断もう間に合わん、それは間に合わんね。でも健康でしょうきっと、アイドルを見てるから。多分そう、間食をしないためにしっかりご飯を食べるっていうのがもうシンプルに大事なんだと思います。うん、なんかそのガチ の戦ってる方、甘やかす方じゃない方のダイエットは、あの家族とクリスマスパーティーの時もずっとなんかお湯飲んでたで、運動した後も水は体を冷やすからって言ってお湯を飲んでました。あの熱々の湯気が出てるお湯飲んでて。そうだから本当にガチで短期でギュッてやるか、それとも自分を甘やかしながらやっていくかなんだなと思った。まあ、結局は食べる量なんですけど。そう、なんかよくさ、ファンの皆さんパセリ頑張ってるから自分もダイエット頑張ろうかなって言ってるから、けど食べていいらしいですよ。だからみんないっぱい食べよう、食べちゃって、そう、間食を減らす、それ大事。でも私のことを応援してると、あのショールームでこうやって毎日ご飯の話が出てくるから、多分間食は避けられないです、きっと。お腹が空いちゃうよ。ご飯抜いてお菓子食べてる、いや私やん、そんなアイドルと一緒やね。リバウンドしそう、わかる、うん、バランスよく食べてください。ショールームでお腹いっぱい、え食べてる、ちゃんと食べてますか。アイスは主食よ、私はね。ね、歩くと痩せますよね。そう、私もさ、いっぱい歩くから多分運動だね、結局うん、渡辺さん、レインボースターありがとう。昨日リネタンから久々 LINE 来て、何かなと思ったら、あの昨日ショールームで話したかじるバターアイスのピスタチオバージョンが出るんですよ。その画像がボンってきて、3枚ぐらいボンボンってきて、急に何と思ってみたらアイスのお知らせだったアイスボトでした。昨日ね、レッスンの時にね、沖さんと、あのなんでリネタンってあんな面白いんだろうねって話をしとって、でこの前のクラコンの収録が一緒だったから、その時のリネが本当におもろかったんですよ。なんかゾンビになるやつがおもろすぎたけん、その動画をね撮ってたから、あの沖さんに送りつけて、本当面白いから見てくださいって言って、本当あの絶賛してました。なんであんな面白いんだろうって。お昼休憩終わった、え終わったのに来たの。昼、私の昼はまだよ、これからよ。今からメンバーに会うわ。今日はね、何人会うかな。今すでに一人会いました、すっちゃん。めっちゃ可愛かった。なんかバレンタインだからか分かんないんですけど、めっちゃなんか最近ね、あのね、なんか前まで私の一方通行と思ってたけど、なんかすごい可愛いです。俺もメンバーに会いたい。ライブがない、私ライブの予定が4月までない。ウェンリクアもないな、リクアはと6周年までないな。みんな待ってるね、6周年メンバーといっぱい食べます。だってもうあのね、人生に永遠なんてないって分かったから、もうそうやってメンバーが誘ってくれた時は我慢せずに
食べようって思った。公園ない。そう、リディーベワール日曜日、今週の。そうなの、それはある。しかも善悪形式、ひゃー、みんなが釣られちゃうじゃん、沖さんに。はあ、パセリがいつも可愛い可愛い言ってる、沖さん本当に可愛い、もう沖ちゃんに教えしちゃおうかなって言って、みんなさ、そう、リリーベは私は東京の人、 PR 部隊のメンバー等の人、広島いない人。そう、公園大好きマンなのに公園になかなか選んでもらえない、はあ、そう、最近生誕続きっていうのもあって、多分それで決まってるのかも。このメンバーならこの子とかもあると思うし、公演させてくださいよ。公演、公演、どんな感じなんだろうね、お話し会。マイカー不足、本当にそう。逆にパセリが釣ってみなよ。うわ、それはもう釣られない人のセリフや。いや、私多分ね、サーヤンなんですよ、多分次、私の次が。オキサは私サーヤンとかだから、あ、パセリだパセリだと思った瞬間、横のサーヤン見て、もうみんなが胸がキュンってこう矢で射抜かれたようにキュンってなるのが、もう多分もう想像つくので、ちょっと私も頑張ろうキュンキュンしてもらおう。そうなんですよ。そう、でもそれで知る方もいるかも。素通りとかしないでね、寂しい、怖い、大丈夫かな。私そういうのね、あのそういう善悪形式1回しかしたことなくて、加入当時本当入ったばっかりの時にエディオンでやったんですけど、名前順だったから一番だったんですよ、私のいる日が一番先頭だったから、みんな話してくれたんですけど、素通り、そう、お見送りとかではみんな結構素通りなんだよね、 PR 舞台の時とか。だから寂しいんですよ。元を取ってください興味なくても元を取って帰ってほしいですね。ファイナミさん、一がありがとう。 ST はパセリしか、優しい、ありがとう。あ、13分、ありがとう、終わるね。リンコは違うレーンだから、そう、みんながパセリンコ推しの方は別のね、選択しなきゃいけないんだよ。どっちが本命か、リンコが好きなのかパセリが好きなのか、そう、そういう厳しい世界だから、今度のリリーベはまあ両方いける人は両方とかいけるのかな。そう、だからね、よろしくよろしくな、みんなね。どれくらい回れるんだろうね、どうなんでしょう。そう、ちょっと怖い。あ、確かにリンコ本当だね、腰あれだから立ちっぱなしはきついかもね。私が椅子になろう私が空気椅子するよ、リンコの腰のために私が犠牲になるって言っといてください。支え合おうって言っといてそれか私があのこうやって飛び箱みたいになって私の背中に乗って、そしたら休めるよりと。昨日レッスン一緒でした。私が椅子になる、私が体調崩しちゃう。だからリンコ、私椅子になるから、ちょっと少しでも
優しく座ってもらえたらありがたい。全体重かけてこないでもらえたら支えます。あ、終わる時間ですね。終わりましょう。そう、私は洗濯物を干すというミッションがあるのです。ね、心配よね本当に。だって人事じゃないじゃないですか。私もいつ来るか怖い怖い。じゃ終わろう、いきます。13位クアドリさん、12位クロさん、11位ジノラゴさん、10位ともっちたん、9位カメさん、8位コカジヤさん、7位渡辺さん、6位麦田ピポさん、5位しんちゃんさん、4位陣内さん、3位ダルさん、2位トニさん、1位しげさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、やばい、前髪もしなきゃじゃん。私今撮っちゃったから配信中に。まあいっか、もうこれでもうちょっと今日前髪いいや、放置してこう、そういうスタイルでいこう。じゃあ皆さんもお布団を洗濯してくださいね。ちゃんとチョコ自分で買って食べてね。バイバーイ。午後も頑張って。ありがとう皆さん。